ットもマイクもタコも音符もありがとうございます。こんばんは。レターもありがとう。中村舞です。皆さんお疲れ様です。日曜日が終わります。音符ありがとう。わっ、タワーもらった。ガッキーさんかな。ありがとうガッキー、ありがたわ。うん、うん、待って、ミッキーさんも、ガッキーミッキーありがとうミッキーさんありがとう。やばい、これちょっとメモしたい。ありがとうございます。追いついてないよ。アルフォート、ありがとうありがとうわ。え、全部読めてる、大丈夫だよね。うん、なんかの逃してる。ちょっと待って、書いとかんと忘れる、わからんくなる。あ、ターキューさんだ。ターキュー、ありがたわ。ターキュー、ターキュー、ありがたわ。写真集おめでとう、ありがとうございます。逃してない、私大丈夫だよね。ちょっと待って、あれ、コメントが、わわ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 、絶対買うってありがとう。あ、福太郎さん、福太郎ありがとう。福太郎、ありがたわ、ありがとうございます。逃してないごめん、追いついてない。ありがとう、ありがとうございます。ちょっとそうなんですよ、今日は生誕祭だったんですけど、ファースト写真集の、発売が決定したということで、それを皆さんにお伝えしました。気分してありがとう、おめでとう、ありがとうはい、そうなんですよ、もう撮影は終わってるんですけども、おめでとう、ありがとう。ちょっと生誕祭、そう、今日は生誕祭だったんですけど、本当にたくさんありがとうございました。ちょっとこの可愛いね冠があるのでかぶりたいと思います。よいしょ、このねベールがねめっちゃ可愛いんです。後ろにリボンもついてて可愛くない？でちょっとさ、これつけたくて服着替えたの。黄色オレンジ可愛い、見てください。ででーん、超可愛い。そう、フラスターもう可愛くって、黄色オレンジ、お花もね、じゃじゃーん、これでーす、じゃじゃじゃーん、可愛い。これあのなんかツヤツヤなお花で、見えますか？なんか飴細工みたいな、めっちゃ可愛い。可愛くない？
ね、光ってる。そうほらこの絶対ずっと一生持つやつ可愛い、ありがとうございます。花もいただきました。可愛い、ずっと残せる。そう飾りたいと思います。ありがとうございます。今日はね来てくださった皆さんも、配信で見てくださった皆さんもありがとう。マイキューコールすごかった。本当にマジですごすぎてびっくりした。本当にみんなタワー来たよ。嘘、ちょっと待って誰だこれかな。コウスケさんかな。コウスケさんありがとう。コウスケさん、だよね。コウスケさんありがとう。リョンキューさんもありがとう。リョンキューありがとう。リョンキュー、コウスケさん、リョンキューさん、え、本当にねもうすごすぎてマジでもうみんながめっちゃもう叫んでる姿がもう目に入って、もう本当に嬉しかったです。めっちゃ嬉しかったの響いてた。本当にマジでなんかもう熱って感じで、愛って感じがして、これでこれ出した。いやもう本当にありがとうございます。嬉しかったです。本当にしかもめちゃくちゃオレンジピンクのペンライトがいっぱい見えてめっちゃ嬉しかったですあ、福ちゃん丸ありがとう。福ちゃん丸、くまねパパさんありがとうございます。くまねパパさん、福ちゃん丸ありがとう。私今メモしてんの、ここに。ふくちゃん丸ありがとうございます。緊張してたんですよ。めちゃくちゃ緊張してるように見えましたか。めっちゃしてました。あ、こにゃまるさん、こにゃまるありがとう、ありがとう、こにゃまるさん。見えた？めっちゃ緊張してたよ。こにゃまる。手が震えてた。え、震えてた。手がこんなんなってた。震えが止まんなかったんだよ。緊張してたの。そうなの。守りたい子の笑顔、ありがとうございます。もう、そうなんですよ。言葉がまとまらなくって、手紙マジで今日の朝まで、朝完成した。あの全く睡眠とってないわけじゃないんですけど、こう考えてて、うん、まとまんないってなって、一回寝てまた起きてってなって、そう、そうなんです。で今日はそう最後に写真集の発表しました、8月の27日に、宝島社さんから出版させていただきますそうなんですよ。公式の写真集の X のアカウントができたので、そちらもぜひフォローしてくださると嬉しいです。そこで随時最新の情報とかオフショットを載せます。あ、広島港パセリさんありがとうございます。ありがとう。あ、書こう。
いきなりスクール水着はびっくり。そうだよね、私もだよ、びっくり。そうなんですよ、ちょっといきなりでした。まだおへそが見えないね。そうだね、ゆうくまさん、ありがとう。ゆうくまさん、猫マークついてる。ゆうくま、ゆうくま、ありがとう。あとこじこじさんもかな、ありがとうございます。こじこじさん、ありがとうございます。ありがとう。撮影寒くなかったか。寒いところもあったんですけど、まあまあまあ、そうですね、先月撮影したんですよ、5月に撮影したので、まあめちゃブルブル震えることはなかったです。寒いところまでもちょっとありました。ちょっとね、そうなんです、実は地元の愛媛県で撮影してきました。いろんな、そう、カット撮ったんですけど、タワー来たよ。え、待って。あ、うん？山猫坊主さんかな。ありがとうございます。ありがとう。あと元町さん。ありがとう。ありがとう。そうなんですよ。実は。ありがとうございます。お渡し会ありますよ。まだ情報はちょっと出てないんですけど、写真集イベントが、はい、ありますので、ちょっと情報はお待ちください。ですね、あ、そうそう、愛媛県の地元の昔通ってたバレエスクールで撮ったりとか、あとはおばあちゃん家で撮ったりとか、あとはまあいろいろ愛媛のいろんなところに行ったりとか、そう、いろんな撮影しました。ありがとう。私会、私会ぜひ来てくださいね。ワンちゃんたちも写真集出てるの？いや、なんか写真集を撮りに行った時に、そのおばあちゃん家に、その時に、会ったんですよ、ももちゃんとココちゃんには。で、ちょっと写真集の中にいるかは微妙なんですけど、一緒に写真を撮ってもらったんですけど、そうそう、でもね、なんせね、うちのワンちゃんはね、もうね、本当に忙しくって、多分もうブワーブババババ、本当に鬼のように来て、鬼のようにダッシュして帰ってったんですよ。そう、その時に会えたんですけど、もうね、すごかったですよ、本当に。もう激しすぎて、もう来たはいいけど、もう撮影なんて知らねえよみたいな感じで走り回って、ブワブワって二人でブワ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 で帰っていきました。なんでちょっと紙面に乗るかは私もちょっとまだ分かりません。ありがとうございます。そう、その時に久々に犬に会ったんですよ。で、もううちのココちゃん結構まあちょっとぽっちゃりなんですけど、ももちゃんはまあスタイリッシュな感じだったんですけど、久しぶりに会ったらココちゃんが倍増してて、体重が本当にもう6キロ近くぐらいあったんですよ。トイプードルなんですけど、5キロ後半ぐらいあるだろうなって感じの、もう本当にもう
びっくりして、もうえみたいな、これここちゃんですかみたいな、ここちゃんですか、ももちゃんですかみたいな。ももちゃんもなんか大きくなってたんですよ。ももちゃんは最近痩せちゃったんですけど、その時はめちゃくちゃ丸丸してて、結構本当にめちゃめっちゃ大きくなってたの、びっくり。多分うちのお父さんがめっちゃ食べさせてる。本当にあの愛されボディって感じで、重たかったですね、うん、めっちゃ重たかった。だって2人合わせてさ10キロ近くあるの、なんかもう筋トレみたいな。愛されボディでしたよ。わがままボディ、あ、わがままボディかも。どっちも幸せ太りか、まあ幸せ太りなんかもしれん。いやね、ちょっとね、まあ、いろんな、本当にいろんなカットを撮ったんですけど、まあお楽しみにって感じでちょいちょい動画も撮ったので、まあいろいろ解禁になったらファンクラブの方に載せたいと思います。はい、結婚してありがとうございます。まだね、いろいろは未定です。タイトルとかもまだ未定だし、ちょっといろいろとまだあの先行カットがあの1枚だけなんですけど、これからどんどん出てくるって感じなので、お花ありがとう。写真集いつ決まったか、うーん、いつかな、いつだったかな。なんかね、ずっとね、今年入ってからです。もちろんもちろん今年入ってからですよ。で、あんまりね、ほんと家族にも言ってなかったんですよ、最初は。決まった時は本当に誰にも言ってなくって、まだあの撮るかもぐらいの段階で、そう、写真集もしかしたら撮るかもしれませんぐらいの段階ではまだ誰にも言ってなくって、で決まった後もまだ言ってなくって、そう、もうずっと一人で、そう、隠し持っててでもなんかその実家で撮影するってなった時に家族に言ったんですよ。実家で撮るかもしれないから、だから、そう、いや実はねって、写真集撮るんだけどみたいな、そう、日にちが決まってから結構言いましたね。いやなんかね、なんかお仕事ってなんかなんで言わなかったかっていうと、なんかお仕事ってなんかバラシになったりする時あるんですよ。このロケバラシになりましたみたいな、なんかなくなりましたみたいな、まあ、諸事情でなくなりましたとか、ちょっとこのお仕事はあの伸びましたとかよくあるんですよ、そういうのって。まあ、スケジュールの関係とかで、で私も写真集もバラシになったらどうしようって考えてて、そう、なんか写真集言ったはいいもののバラシになったら、あ、バラシになったんだよねって、いやバラシになることないと思うんですけど、いやバラシになったんだよねってなったら嫌だから、そう、だからそのずっと誰にも言ってなかった。いやないと思うんですけど、そう、姉貴には言ってたよ、家族には言ってました。あとはバレエの先生とかはやっぱりあの撮影の時に、そう、一緒にスタジオで、はい、お世話になったので、はい、言ってたんですけど、ありがとうございます。
ナイギャマイちゃんがプロデュースしたか、いろいろとお話しして、私がやりたいこととかもいろいろと聞いてくださったりして、そのバレエスタジオで撮りたいってのは私の結構願望だったので、そういうのは叶いました、夢が。そうなんですよ、実は実は。うん、全部取り終えましたね。はい、取り終えました。ありがとう。そう、幼少期からの思い出の場所です。ありがとう、初見さん。中村舞です。愛媛県出身です。そう、撮影全部愛媛です。何日くらい、何日だったかな、3泊ぐらいはしたなって感じ。です。あ、韓国は別のお仕事で行ってます。ちょっと外窓開けてるからやばい、音が。天気はね、いや、どうだったかな、1日目はちょっとだけパラパラしたけど、あとは晴れてたかな。でもすごい楽しい撮影でした。ちなみに今日出してたすくみずのカットは一番最後に撮影したカットなんですよ。なんで本当にもう本当最一番最後ですって感じの思い出なんですけど。ちょっと待って、画面がバグった、ごめん。これからどんどん公開されていくのと思うので、ぜひ。明日から予約が始まりますね。予約可能になります。ありがとう、よかったです。今日なんかドキドキしてて、そう、わ、ありがとうだ、ウッシーさんかな、ウッシーありがとう、ウッシーありがとうございます。ありがとう、ありがとう、メモしました、ありがとうございます。最高の生誕祭でした。撮影、まあ、撮影確かにドキドキしたよ。キャーキャーです。そう、震えてた、本当に震えてました。絞ったりしましたか？いや、してないですね。なんなら増量しました、めちゃくちゃ体重は。なんか体重は今ちょっとまた落ち着いたけど、結構増やしてました。うん、増やそうと思って増やしてました。ご飯めっちゃ食べてました。3食もきっちり食べてたし、うん、
なんか健康体に見せたくって自分の中で、そう。健康的な感じがいいなってそうあったのでちょっと増やしましたね。ももちゃんとココちゃんもまあ増量してたみんなで増量。そうそう、ももちゃんとココちゃんも仕上げてきてたわ体を。みんなでいやそう、今日は生誕祭の手紙がなんと起きちゃんでびっくりしました。あのライブのもう本当に始まる前ぐらいまで LINE してて、なんかいや書いてないよみたいなの来て、頑張ってねみたいなの来て、そうだからまさか起きちゃんからだと思わなくってびっくりしました。ずっと誰なんだろうと思ってたけど、いや嬉しかったです、めちゃくちゃ。お、アフタートークに全文が載ってるのでぜひ見てください。いやね、あれはね私も気づかなかったですね。あの1枚目2枚入ってて、手紙が1枚目の裏にその2枚目の文章が書いてあったんですよ。だからこう手紙ってこう読んで次こう2枚目読むの順が、そうそう、裏じゃ1枚目の裏をさこうやってペラってこう読むのってなかなかないじゃないですか。だからそうちょっとあれはね私も気づかなかったですし、いい感じになんか文章がつながってたのでそうそう、落ち込んでたね、落ち込まなくていいのに、気持ちは届きましたよ全然全然、ソラハが読んでくれて嬉しかったです。ドラさん感じました。ありがとうございます。でもね嬉しかったですよ本当に。まああの後でまた LINE したんですけど、そう、また今度一緒にスペースでもやります。なんかこの間さスペースやろうって言ってたんだけどね、時間が合わなかったからね。ありがとう。ペケンさんありがとう。中村舞です。本当にでも楽しかった、ありがとうございます。今日は家族が見に来てくれてたんですけど、お父さんもお母さんもお姉ちゃんももう3人見に来てくれてたんですけど、そうそう、最高だったって言ってた。あのお姉ちゃんはさペンライト忘れたらしくてさ、私見つけたのお母さんとお姉ちゃん。お父さんはね
なんか多分物陰から見てたんで分かんなかったんですけどお父さんね、なんか隠れて見るんですよ。だから分かんないんですけど、なんか お姉ちゃんとお母さんは見つけたんですよ。でお母さんはペンライト持ってたんだけど、お姉ちゃんはペンライトなくって、なんか忘れたらしくて、こうやってボーってボーっとは見てないけどじーっと見てました。椅子用意してあげてくれ。あ、なんかうちのお父さん座るの嫌いなんですよ。なんか立っときたくって、多分いつでも戦闘態勢になれるように立っときたい人なんですよ。なんかあの俺は立ち見しかみたいな感じで言ってたから、なんかそう、なんか座りたくないらしい。そうなの。なんかね、多分お父さんあれなんですよ、椅子に座ったらそわそわするみたいな言ってたから、あのなんかそわそわするタイプの人あの立っていつでもこう動けるような状態じゃないと、なんか多分嫌な感じ。立ち見あるの、いや立ち見はないんだけど、多分関係者席じゃないけど、なんかあの許可取って立って見てたんだと思う。そう、あ、東京のスワンさんありがとう、築城ありがたわメモる、東京のスワンさんありがとう。お姉ちゃんがあの前のファンの人たち本当にすごいねって言ってた。マジで優しい、なんか愛って感じみたいな、なんかもうなんかすごかったねみたいな言ってて、そうなんで私もでしょーって帰ってでしょーすごいでしょーってもう本当に超嬉しかった。すごい推ししかがたん、ありがとう。愛の重さ感じた、感じたよ、愛の重さ。パパと海賊は帰ったの、パパが海賊なんですよ、帰りましたお父さんは帰りましたよ。ブルーライブってさ、宇品区を近いからさ、パッて帰れるんですよ。船で、うん、船、あ、スーパージェットだと思うけど、あ、スーパージェットじゃないのかな、フェリーかな、わかんない、時間的に。トイハント、ありがとうございます。余韻です、余韻余韻、嬉しい、ほっとしましたほっとしたよ、本当に。うわ、守りたい、この笑顔、ありがとう。いや本当にありがとう、もうマジでありがとう、ありがとうなんこれ、面白い女、うん、ありがとう1月27日、そう、夏発売です。ありがとうございます。
コンしてありがとう。いやそうなんかさ、リコチの生誕祭がさ昼にあった。そうリコチの生誕祭がね、リコチがねまさかのねウクレレでね弾き語ってて、すごいと思って、こんなの見たことないよと思って、すごかったよ本当に。ありがとうイフト。そうなんか手紙の途中途中にウクレレをチャララーンって鳴らして、なんか歌いながら思い伝えるみたいな。え、斬新だった。ハードル上がった感あった。いや本当にね、なんかドルルーン、今日はみんなありがとうみたいな感じでドルローンって、そうすごいよね。え、新しいよね、初めて見たと思って。なんかあのスタンドマイクが出てきて、初めて、私も初めて見た。本当にすごかったです。リコチらしかったですね。ありがとう。結婚してもありがとう。なんかさ久しぶりにさしっかり余韻に浸れてます。なんか最近行き急いでる感がすごいあって、なんか次から次へといろんな出来事が来てて、マジで本当になんか一個終わっても余韻に浸る暇もなくまた何かが来るみたいな。ありがとう。楽しみが増えた。やったー。写真集のタイトルでどうなるだろうね。大体いつぐらいに決まるんだろう、ああいうのは。今何月だ、6月か。もう私から聞いてね。マイケルもタイトル案出すの。いやなんか私もよくわかんないんだよね。でも一回ウキちゃんに聞いたことがあって、なんかこれですボーンって決まるわけじゃなくて、多分なんかなんだろう、自分も選べるじゃないけど、なんか、うん、なんかそういうこと言ってた気がするんだけど、あんまりわかんない。私も秋元先生がどうなんだろう。そうだよね、帯込め。候補が送られてくるのか。おへそを探せ。なんかそう、私のおへそはまあ NG なんですけど、写真集ではきっと出てると思うので、はいはい、見てください、ぜひ。なんかね、ないみたいなすごい言われてたんですけど、おへそ本当に良かったね。ね、なんか夢が叶いました。
確かにあの先行カットじゃ分かんないよね。そうだよね。次はどんなカットが来るでしょう。楽しみ。へそがみ。でもなんかさ、おへそにそんな興味あります？私が多分あれなんですよ。なんかお腹を出す服とか着てもおへそが見えないから、なんか多分みんな気になってるだけで、多分そんなにおへその需要はないでしょう。いや、隠されるとみたい。隠してるわけじゃないんですよ。なんか隠れただけであって、なんかどこにあるんだみたいな、めっちゃなんかおへそどこにあるんだみたいな。めっちゃ上かめっちゃ下にある説みたいな。そうなんです。ちょっと私も楽しみですね、どんな風になるのか。めっちゃ下？いや、そんな下じゃないよ。なんかレタッチされてるかもしれ、え、消えてる？いや、内説あるからねえ。なんかさ、へそが出てる、もしカットが出たとしてよ、みんなが「あ、へそだへそだ」っていう、なんかコメント欄がなんかもう今想像できすぎて、あ、へそがあった、へそだ、ここにへそがあったのかみたいな、へそが出たみたいな、絶対そのコメントばっかり来るじゃんって今から想像つく。だってあんまなくない、そんなコメント。ありがとう。いいねもありがとう。わ、タロスさんありがとう。ありがレインボーありがとう。あ、過去タロス、ありがタロス。X をフォローした、フォローしてください。お願いします。期間限定です。ちょっと待って、足がつりそう。ガンちゃんヨッシーさんありがとう。足がつりそう。ガンちゃんヨッシーさんありがとう。すごいで、足伸ばそう。
ありがとう。センター祭の発表は心臓に悪い。なんかそれお姉ちゃんも言ってたわ。なんかお姉ちゃんが、私発表内容知ってるのにとってもドキドキしたよみたいな言ってて、って発表内容知っててもドキドキしてるよお姉ちゃんがなんかすごいドキドキしたよって。なんか私がなんかみんなに報告がありますって言った瞬間に周りの人がえって言ってたよみたいな、私もそれ聞いてえってなってすごいあのドキドキしたって言われて、知ってる方もドキドキしたってってドキドキした、焦ったって、焦った。でもみんなが喜んでくれた、嬉しかった。みんなドキドキした。いや言ってますよ、お姉ちゃんに言ってるよ。お父さんにも言ってた。そう、お父さん実家で撮ったので、でもさなんかさ写真集とか一番お父さんに見られるのが恥ずかしいんだけどなんかそうそう、なんか写真集出すんだよねみたいな話した時にさ、お父さんがおうすごいじゃんみたいなくらいのなんか反応で、なんかこっちもういういみたいな、ちょっとなんか恥ずかしかったですね。一応そこが恥ずかしかったですね。なんかふふふなの。ありがとうございます。え、みんなも恥ずかしいの？なんで？恥ずかしくないよね目をかっぴらいて見てください。私からあるよ。ちょっとどこであるとかまだ発表されてないんですけど、あります。いろんなお洋服着たかな、頑張ってきます。ありがとうございます。ちょっと今何分？50分みんなにスクショしてもらった子、今日可愛いんだから。出て出て。お花。ああ。待って。この画角に。ファイルにはちょっと引かないと。見てリボン、え、見えてる？映ってる？
見えてた。お、こっちとこっちで違う柄、かわいい。あれ、こっちとこっちで違う柄なわけないか。こうだなこうだった。花嫁みたい。かわいいよねこれが。しかもオレンジってのもかわいい。あとと幸本当にめっちゃ幸せですよ。本当にありがとうございます。なんだって。わあ、いっぱいクマ、クマクマクマ、ありがとう、ありがとうございます。ウィンクください。キラーン。あんま得意じゃないんだよね。あ、ミューラッチさん、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。写真集の情報はまたお待ちください。ありがくま。みんな明日からまた頑張ろうね。月曜日だけど頑張ろうね。言うなーって休みとんない人もいる。今日ね、生誕祭だったからね。ダメ？今週の水曜日はリリースがあり、リリースイベントもありますので、はい。頑張れるのください。いつでもあなたの味方、マイキュー、頑張れこれで頑張れるか謎です。はい、選挙出そう。そう、12日リリースなんですよ。水曜日ですね。愛の重さ。ちょっといろいろと、もう楽しいこと、嬉しいことがいっぱいで、そう、週末はあの川崎ラゾーナ川崎でイベントなので、まあ、ありがとうございます。そう、イケちゃん、そうだよ、イケちゃんが出ます。しかもさ、イケちゃんさ、イケちゃんとして出るから、あの池田由良じゃなくてイケちゃんとして出るから、イケちゃん、そう、最初に出るのと、あとレイも一緒、イケちゃんと。出演イケちゃんなんで、は
そうなんですよ、けちゃん。ラーメン、反復横跳びとラーメンの子みたいになってるけど、なんかコメントなんで、あー反復横跳びねみたいな、あーラーメンね確かにそう。今宵ももう終わりそうです。ありがとうございます。 57? ちょっと待って、壇上呼ぶよ。待って、あれなんかバグってる、うえん、大バグ。13位こにゃまるさん、12位タロスさん、11位ガッキーさん、10位ミッキーさん。あー壇上変わった。うん、10位福太郎さん、9位タロスさん、8位きなぺこさん、7位こうすけさん、6位福ちゃん丸さん、5位もとまちさん、4位しろうさん、3位りょんきゅうさん、2位東京のスワンさん、1位はドロロロロッドドン、くまねパパさんでした。合ってるよね、合ってるよね。ありがとうございます。うんうん、皆さん今日は本当に本当に思い出に残る一日をありがとうございました。マジであのみんなからのもう愛を感じて、マジで嬉しかったです。ありがとうございました。あのまた今週末はいろいろと盛りだくさんなので、ありがとう尊いも、ありがとう、嬉しくてずっと見せる、ありがとうございました。皆さんまた明日も頑張りましょう。おやすみなさい、ありがとう。ありがとう、本当に楽しかった、頑張れる。おやすみ、またね、またね、ありがとう、ギフトも。